パリオリンピックに向けたアジア二次予選に臨む池田太監督率いるサッカー女子日本代表なでしこジャパン、10月29日の本田みどり監督率いるウズベキスタン戦では、日本が序盤に2点を取るも、その後の無理に点を取りに行かない試合展開に様々な声が寄せられています。26日に行われた初戦のインド戦では7対0と快勝すると、インドメディアなどがなでしこたちの圧倒的な攻撃力や組織的なプレーを称賛。しかし同時に行われていた FIFA ランク50位のウズベキスタンは34位のベトナムを1対0で破るという波乱の展開に。そのウズベキスタンを昨年から率いているのが、日本でも指導実績のある本田監督。就任後アメリカや日本などで強化合宿を組み、これまでの強みだったフィジカルの強さに加え、考えてプレーする組織的な動きが加わり、日本からも最大限の警戒を敷かれていました。そんな中始まったなでしこジャパンの第2戦、立ち上がりから日本が主導権を握ると、前半10分にはコーナーキックからのクロスに南萌香選手がヘディングで合わせ先制すると、直後の15分には千葉玲美選手が技ありのループシュートを決め、幸先よく2点を先行した日本。しかしその後は押し込む展開とするも、なかなかフィニッシュまで持ち込まない日本。チャンスでもあえてシュートを打たず、クロスを上げられるシーンでもバックパスを選択し、最終ラインでボールを回し続け、75分間互いにシュートゼロという展開での勝利となっていました。この試合後、池田太監督は勝ち点3をしっかり取ることにフォーカスした、それほど多くの点を必要としなかったので、2点を取った後はボールを維持するゲームとなったと語り、あえて初戦のような大量得点を取るような展開にしなかったことを明らかとしています。これはレギュレーションに問題があり、日本がグループ C 首位で突破した場合、続く最終予選で B 組首位と対戦することになってしまい、その相手がワールドカップで4強入りを果たしているオーストラリアとなることが濃厚で、それを避けるためにこのような試合展開となった可能性が。しかし、この試合をご覧になった方々からは、久しぶりになでしこの試合見てみたら、こんな試合を見せられてちょっと残念だった、貴重な試合で無気力試合を70分以上も、本当にこれで良かったのかといった不満の声が寄せられる一方、なでしこジャパン勝利おめでとう、しっかり勝ち点3を取れたことは称賛だ、そもそもパリ五輪最終予選を総当たりにしないのが問題、今大会の試合感覚といい、アジアは女子を軽視しすぎではとなでしこを称賛し、レギュレーションを問題視する声もありました。パリ五輪出場という目標に向け、しっかり勝ち点3を手に入れたなでしこジャパン、次戦ベトナムとの最終戦が日本時間11月1日19時からキックオフとなっており、 NHKBS1 で生中継されることとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。なでしこジャパン勝利おめでとう、しっかり勝ち点3を取れたことは称賛だ、無気力試合のようになってしまったのは、次節で B 組の中国韓国が引き分けた際の恐ろしい結末を想定したのか。予選だからこういう試合もあるかもしれないけど、モヤモヤする試合になってしまったな。理解はするが納得はできない、貴重な試合で無気力試合を70分以上も、本当にこれで良かったのか。今日試合を見てくれた人たちやスタジアムに来てくれた観客に対しては残念な気持ちになる試合内容だった。
これは大会側が悪い。次のステージのための戦略なのかもしれないけど、決して素直に喜べない自分がいる。レギュレーションとか詳しいことは知らないけど、久しぶりになでしこの試合見てみたら、こんな試合を見せられてちょっと残念だった。さすがに2点得点以降ずっとパス回ししててシュートなしにはお茶の間冷え切ったのでチャンネル変えたわ。擁護派が多くてびっくりしてるのだが、個人的にはやっぱり大量得点が見たかった。三笘や冨安、久保たち男子がもしこんな戦いをしたら、みんな同じこと言うのかな。なでしこジャパンの取った戦術はプロとしては立派だと思う。一番悪いのは大会レギュレーションで4グループに分ければこんなことは起きなかった。勝ち続けなければ女子サッカーに未来はない。今はこれで良いんです。今日のなでしこジャパンの試合見て、ああだこうだ言ってるやつはもう見なくていいし応援もしなくていい。そもそもパリ五輪最終予選を総当たりにしないのが問題。本大会の試合感覚といい、アジアは女子を軽視しすぎでは。なぜ2点取った後はゲームが動かなかったのか、しっかり理解しているファンなら称賛すべきだ。今日大差で勝ったところで、アジア二次予選での勝ち点3以外に得られるものは何一つない。私はワールドカップのなでしこたちの姿に心を奪われてしまった。その気持ちは今日一試合で変わるものではないのだ。